米朝首脳会談を前にロシアの後ろ盾を得ようとしたものとみられます。李永浩外相が今建物に入ります。ロシアを訪問中の北朝鮮の李永浩外相とラブロフ外相の会談が先ほどから始まりました。冒頭で李外相は朝鮮半島情勢は両国による大規模な調整を必要としていると述べ、ロシア側との連携を強調しました。北朝鮮側は27日の南北首脳会談や来月にも開催される予定の米朝首脳会談を前に非核化などをめぐる自国の立場についてロシアに理解を求めたとみられます。